のチャーム、ライフリングに刻まれた術式が摩耗しておるの。じゃがきちんとメンテナンスされておるから、重心さえ交換すればまだまだ現役で使えるはずじゃ。持ち主がいかにチャームを大切に使っているのか伝わってくるの。どれ、わしが早速。あ、見かけぬ顔じゃが、お主何者じゃ。おお、そういえばお客人があると連絡があったか。すまんの、チャームのメンテナンスに夢中になってすっかり忘れておった。どれ、立ち話もなんじゃ。そこら辺に座るとよい。アーセナルとしてチャームをいじりつつ、時には戦場に出向きヒュージと戦っておる。ん、アーセナルが戦うのは不思議か。ま、お主が驚くのも無理はないの。じゃが一人前のアーセナルというものは、ヒュージ相手にチャームの試験運用までできねばならん。交渉家を持つガーデンは他にもあるが、戦うアーセナルの育成にここまで力を入れているのはユリガウカぐらいじゃ。わしはそんなユリガウカの教育方針に惹かれ、はるばる故郷のドイツから。グロッピー、さっきから誰と喋ってるの。お願いだからもう少し声のボリュームを落としてくれない。おお、萌え様、ちょうど良い時に起きたの。ほれ、こやつが例のお客人じゃ。早く目を覚まして挨拶すると良いぞ。ああ、そうだった。理事長代行に頼まれていたのに、すっかり忘れてたわ。私は真島萌優、百合ヶ丘女学院交渉科の2年生。自分で言うのはなんだけど、国内トップ級のマギ研究者よ。マギに関する論文は昨年だけで51編提出したわ。この前も面白いことに気づいちゃって、裏付けしている最中なんだけど。どうしたのじゃ、いきなり元気がなくなったようじゃが。ねえグロッピー、何か食べるものない？私お腹空いちゃった。何を言っておる、今はお客人の手前、もう少し我慢することはできぬか。最初から我慢できるならこうやってお願いしないわよ。ねえお願い、もうお腹ペコペコ。仕方ないの。お客人、すまないが今日はここまででよいか。モユ様は一度ああなってしまうと言うことを聞かんのじゃ。わしとモユ様なら大した用がない限り工房におる、気軽に来るとよい。それじゃ、また会う日を楽しみにしておるぞ。